日本兵庫県神戸市中央区北野町、北野通りウィーンオーストリアの家、デンマーク館、ベンの家北野外国人クラブ神戸北野天魔神社、北野町は、兵庫県神戸市中央区の町名。現行行政地名は、北野町1丁目から北野町4丁目。郵便番号650の0002位。旧田区北東部、明治初期まで存在した北野村の北端部にあたる。 住宅地域、偉人館が保存される観光地でもある。明治20年代から大正初期にかけて建築された偉人館が残る観光名所として知られ、2007年現在33棟がある。市は約32ヘクタールを市都市景観条例に基づいて都市景観形成地域に指定し、 このうち9.3ヘクタールが文化財保護法による重要伝統的建造物群保存地区にも北野町、山本2として指定されている。東は、加納町、南と、西は、山本2、北は、神戸港地方に接する。東から順に日から4丁目が置かれている。俗説に、平野清盛が福原慶仙都の際に北野天満宮を肝心したともあるが、 西節大観によれば、小野の北の傾斜地というのが、地名の由来であるという。宇治や、平野、夢野などとともに神戸七谷の一つに数えられる。北の天馬神社の境内には、行者塚と呼ばれた古墳があって山伏から信仰を集めたが、明治22年の指導工事で一部が破壊され、土器や鉄器が出土した記録がある。北野は中世以前より交通の要所として知られ、 ちょうど古墳のあたりが峠で、三丁目には北野の三本松として知られた目印、憩いの場があったが、大正初に一本が切られ、昭和7年の台風で二本目が倒れ、残る一本も昭和13年に切り倒された。今日の北野町はその北端の一部にあたり、明治27年に成立し、区政志向まで神戸を管して、神戸北野町とされていた。昭和6年から、 神戸区昭和20年より生田区昭和55年より中央区に属す。ありがとうございます。